今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ですね、どんな症状で来院していただきましたか？はい、爪がやっぱ巻き爪で、あ、巻き爪で、それと、足が外反母趾をしてね、駅なんかでずっと立ってて、はい、じっと立ってるのも痛い。ずっと立ってるのがもう痛かったっていう感じなんですね。もう爪がもう曲がってるんで、そこもこうやっぱり。うっち来ていただいた時、最初巻き爪からでしたっけ？そうですよね。あ、そうで外反母趾があって、結構皆さん。巻き爪の方、外反母趾の方って両方なってる方が多いのでね、うちの患者さんも2割ぐらいがそういう方もいらっしゃいますので、はい、あ、そうなんですね。で、さっきちょっと巻き爪の方を聞かさせてもらいますね。なんか施術前のイメージで何かありました？怖いとか痛いんちゃうやろこうとか、なんかワイヤーやからとか、なんかありました？ちょっとね、はい、やっぱワイヤーつけるっていうのはまあ予備知識であったんで、痛いんじゃないかなと思ってたんですけど、思ったほど痛くないのと、あとしたあと1ヶ月から1ヶ月半とかあったんですけど、そうでもないんですね。どうもなかったんですか？で、おかげさまで綺麗になりました。あ、よかったです。ありがとうございます。で、外反母趾の方はどうですか？なんかイメージ的になんか手でやるっていうことやったんですけども、そうするとまあね、手術があるっていうのを聞いてたんですけど、やっぱり手術するとね、入院もしないとダメだし、そうです、なかなかその歩けるまでがちょっとね時間かかると言ってたんで、できれば歩かない手術しないでね、がいいかなと。そうですよね。手術された方もうちいらっしゃいますからね。外反母趾も巻き爪も両方なんですけども、割と多かったりもしますので、まあできたらね、メス入れたりとかしない方がいいですよね。はい、ありがとうございます。巻き爪、まあさっきとちょっと重複するんですけども、巻き爪とか外反母趾にね、なんか施術中ちょっと怖いとか痛みとかなかったですか？特に巻き爪なんかね、ちょっとワイヤー入れる、さっきも言いましたけど、ワイヤー入れるって怖いっていう方いらっしゃったんですけど、なんか怖さありました？いや、ちょっと最初ひどかったですからね、爪がね、かなりね曲がってたんで、もっと痛いと思う。ああ、そうなんですね。そこまで思わなかった。思ったよりそんなことないですか？外反母趾の方もどうですか？外反母趾の方どうですか？そうですね。痛かったんちゃいますか？僕結構痛いから。やっぱ最初硬いんで、そうでしたね。硬いんですけど、今だいぶ柔らかくなって、今日めちゃめちゃ柔らかくなってましたね。趣味なんでしたっけ？ゴルフ。あ、なんかそういうのスコアかかったりとか、そういうのありました？やっぱり歩くのがね、楽になった。ああ、そうですね。もうやっぱりフェアウェイ歩いてるね。そう、まあ踏ん張る力がだいぶ違う。そうですね。やっぱり踏ん張らないと体がしっかり芯がちゃんとしないのでね、そういう形でもまあ治療って出てきますので。そうなんですね。ありがとうございます。で、まあ巻き爪も外反母趾の治療を受けてなんですけども、どう変わりました？巻き爪の方はちょっと片一方ちょっとひどいのでね、あれだったんですけども、もうちょっとね頑張りたい。綺麗にですけど、だいぶ綺麗になりましたね、見た目もね。で、外反母趾はなんか立っててもだいぶ痛くはなくなってきたっておっしゃってました。立っててもじっと立ってても、前駅でホームで待ってても痛くないので、以前はどうだったんですか？っていうのがちょっと辛いぐらい。あ、そうなんですね。だいぶ痛かったんですね。よかったですね。なので本当に見れると思う。いえいえ。で、最後巻き爪なんですけども、なんかつけててね、お家帰ってこう用事してたりとか、日頃の生活でなんか違和感とかあります？いや、普通にもっと引っかかるかなと思ったんですけど、でもなかったです。あ、そうですか。よかったということで、ありがとうございます。ね、外反母趾も巻き爪もね、どんどん良くなってもらって、やっぱ足のバランスが悪いとどうしても。体全体ちょっとおかしくなってきたりするんでね、これからもうちょっとかかりますけどね、頑張っていきましょうね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、これからね、最後にうちのね、この動画を見ていらっしゃる方、院にねいらっしゃる方も外反母趾とか巻き爪の方いらっしゃる方が多いと思うんですけども、その方にちょっとね、ちょっとカメラ向いてもらって一言なんかメッセージをお願いしたいと思います。そうですね。はい、治りたいという意思と、やっぱりそれ実行に移さないとなかなか治らないんで、やっぱり思い切って病院に訪ねてもらったほうじゃないかなと思います。この病院に来てよかったと思います。ありがとうございます。よく見られて怖いって言われるんですけど、怖くはないですか？大丈夫です。やっぱり信頼してね、この風邪したら良くなっていくというのがよくわかりました。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。